って言って言い訳してこんないっぱい食べるのは良くないかもしれないけど。電波悪いね。ね、なんかカップラーメンとかにしようと思ったんだけど、多分カップラーメンは明日公演なんで明日絶対食べたくなるなと思って今日は我慢しました。ということでいただきます。ね、今日来たよミリネちゃんのセットアップ。ここがこっちだった。ここが透けててお腹見えて。足透けてるって超可愛くないですか。でもねやっぱ寒かったここが透けてると、ここ生地自体は裏起毛なんですけど、でもここも透けてるの可愛いよね。今日はダンスの振り入れがあったんで、そうちょっと気合い入れてお腹も出して頑張りました。やっぱね自分が一番スタイルよく見える衣装がいいんで、衣装寒かった。いただきます。ガパオライス食べます。そうグレーか迷ったんだけど黒にしました。うん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 、すごい香辛料の味。ガパオライス作ってみたい自分で。ねえ服にさシミと多分柔軟剤のシミがついちゃってるんですけど、どうしたらいいですか。もう落ちないかな。でも多分結構前のやつなんだよねそのシミが、でも気づかなくて最近気づいた。もう落ちないか。なんかね白のトレーナーを汚してしまって2箇所。おいしい。うん、特徴全体で落ちるの。いってみようかな。もうなんか本当にさずっと家にいないからさ、今日も今帰ってきたんだけど、なんかもう家にいる時間少なすぎてスーパーすら行けへん。だから卵とかも、まあ、朝ごはんもともと食べない人だったんだけど、最近ほんとコンビニばっか。うん、だいぶ気も受け取れないの。なんか午前中にしてもさ12時までとかあるじゃん。11時くらいとかに家出ちゃうからさ受け取れなくて。目玉焼き食べたいのに食べれない。うん、本当にコンビニのご飯も美味しいんだけど、美味しいご飯食べたい自分でね作った。昨日はすき家でした夜。で昨日はネオンキッズの上映会にお邪魔しました。うん、本当に急遽決まったのかわからないけど知らなくて寝ました。
止まんない。お腹空いてた。ほんと食べないと脳入ってこん。今日5曲入れたのかな。入ろうかな。前回よりも増えてます、ね、今日もダンスだったけど歌もあるし、もうパンパン。パンパンよ。だからやらなきゃいけないことは分かってるんだけど、脳と体が追いつかない。緊張する。顔真っ赤になって赤面症すごすぎて。自分が一番真ん中行った時とか、自分が注目浴びたりするともう真っ赤顔。やばい、ごめん、めっちゃ食べてる。無我夢中で、お腹空きすぎて。なんか落ちた。でも今日はオムライスが食べたくて。ウーバーイーツしようかなと思ったんだけど、時間かかると思って。コンビニにしました。ね、食欲あるしまだ元気だからいいんだけどメール見ました。私のメールにちょっとおもろいこと書いた。今日は火曜日？火曜日は何もないか。あ、うるさい、ごめんなさい。なんか久しぶりにテレビ見た気がする。なんかさ、なんだろうね、舞台の曲は全然頭に入ってこないのに、こういうさ、ドラマの曲とかはさ、すごい。ごめんなさい、鼻ちょっとこすりますね。入ってこないの、なんなんだろう。なんか覚えなきゃっていうなんか義務化があるからかな。全然入ってきてくれ。食べちゃった、早くない？食べるの早。ごちそうさまでした。美味しかった。
つがダメなんだろうね。覚えなさいって、覚えなきゃいけないですよっていう、圧がダメなのかな。明日公演か、稽古の後公演や、ハードハード。大変だよ、ふう。日曜日の夜公演当たりました。お、20日来てくれますか皆さん、嬉しい。やったねー、19、20。明日も朝か、そうでした、明日、ごめんなさい、忘れてた。あ、結構来てくれるんだ、嬉しい。頑張るからみんなよちよちしてよちよちして。てか今日寒くない？もうダウンとか着ていいのかな。え、待って、さすがに暑い。え、マジで何着たらいいんだろう。上着、モコモコくらいがベスト。むずい、この時期ちょうどいいアウター持ってないからむずいよ。なんかさ、レッスン着用のなんかお腹鳴りました。アウターと私服のアウター分けたい。なんかさ、アディダスのちょっとカジュアルシャカシャカみたいなのあったら絶対楽なのに、なんか私服なのになんかレッスン着みたいな、めちゃくちゃダサいからさ。私ってサバサバしてるのかな。アンさんにすごいサバサバ感じたってアンさんっていうそのね、舞台の近殺しの方の方がいるんですけど、すごいサバサバしてるって言われた。まだ素を出せてないからサバ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 に見えるんかな。ツイッター溢れてるわ。お、すごい、チームケイが同率1位になってるじゃん。ちょ
っと待って、え、チーム A すごすぎない今日の波動。え、でも京香ちゃんもすごい、なんか、え、京香ちゃんすごくない？シンプルに京香ちゃんすごくない？いや京香ちゃんが一番すごいよこれ、多分わかんないけど。お腹キュルキュルなってる。パラメーターすごかったんだ。もう幅やりたくない。でももう終わるんだもんね、もう早っ。すっごいお腹鳴るんですけど。寒い、暖房つけようかな、さすがに寒い。てかヒーター欲しいです。欲しいですとか言って、なんか暖房だと乾燥するから嫌だね。なんかさ、今日さっきコンビニ行って朝ごはん買っとこうと思ってさ、行ったらさ、もっちり米粉パンがなくてさ、明日の朝ごはんこれにした、レーズンカスタードパン。でもカロリー高そうだな、292。まあいっか。でも毎日オイコス食べてる、オイコス食べてる、すごい。でもオイコスって絶対スーパーで買った方が安いよね。コンビニで買おうかな、今日コンビニで買いだめしとこうかなって思ったんだけど、オイコス、オイコス大量買いとかアマゾンにないかな。あった。でもいちごとブルーベリーがいいな。こっちはアイコスって、友達にもさ、なんか、なんか最近オイコス食べ始めたんだよねって言ったら、何それみたいな、アイコスの進化版みたいな言われちゃった。ホストコ、行ったことないし行けないんだけど。12個入りで3300円って高いかな。いや違うんだよ、でもさ受け取れるか分かんないからさ、やっぱ買いだめよくないかも。アマゾンだったらでも前日に分かればいいのか。あと、みんなネオンキッズ申し込んでくれましたか？今だと23日までだと特典がめっちゃつくらしくて、本当にお得なんだって。無糖でもいい、無糖に普通に家でヨーグルト入れるでもいいんだけど。オイコス買おう、近いうちスーパー行こう。もう朝とか早起きできない。申し込んでくれた、なんとなく伝えると、前小田さんがやってたところ私がやって、美優がやってたところをあやねちゃんがやるっていう感じです。さらっていうと、ドゥ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 、ちょいちょい歌も覚えてきてますが、来てますが、まだまだ私は脳みそが足りておりません。私は脳みそが足りておりません。でもなんだろう、ダンスとかもさ、まあ、ジョンマイラブもそうだったけど、全然ジャンル違うし、すっごいなんか元気な感じなのね。
でもお芝居はまだ1回しかやってなくて、あと本読みとで今日ダンスとって感じだったから。やっぱラムネいいって言いますよね。うん、私さなんかトートバッグ買っちゃったんですけど見てもらってもいいですか。めっちゃ可愛いから見てもらっていいですか。ゾゾタウンで買っちゃった。気づいたら買ってた。見てもらってもいいですか。え、超可愛いから。え、超可愛いんです。ちょっとでも本当はこの色が欲しかったわけじゃない。じゃん、めっちゃ可愛くない、モコモコの見てみ、めっちゃ可愛くない、白いモコモコのピンクバッグで。本当はねこの白が欲しかったんだけど買ってたみたい。気づいたら本当はこの白系が欲しかったんだけどもう売り切れてたんで、こんくらいの大きさらしい。もう稽古バッグにする。可愛くない。でも買っちゃってた。ね、白も可愛いのに売ってなくて。でもやっぱ本当にリュックが絶対楽なんだよね。カバンがなんかめちゃくちゃ重い。明日は傘いらない。おっとっととギャバを明日持ってきます。村長、村長とはちょいちょい喋ってるよ。でもまたやっぱ緊張してると思います。村長推しの方がいるんだ、ここに。眉毛は描きたいね、明日。村長って呼ばないよ、はるかちゃん。すごい今日はでも褒めてくれた。なんかダンスも歌もすごくやってるイメージがありますって言われて、いやいや全然全然だよって。私も舞台そんな出てないです。ありがたいけど、まあ、先輩だったらそういう風に言うよ。私もでもありがたい。お世辞でもありがたいわ。うん、メイク道具持ってくってなると重たくなるんだよね。歌えないかも。頑張らねば。寒いからなのか頭痛い。もう仕方ない、仕方ないね。でも頭痛いのは。まだやることいっぱい。カバン汚れてるし。みんなは疲れてるときお湯浸かりますか？使った方がいいのかな？疲れてるときこそ早く寝ます？それともお湯に浸かります？
え、浸かる？浸かるか。浸かった方がいいんだ。分かった。じゃあちょっと待って。一旦今ゴミ捨てて、洗濯物こっち持ってきて、お湯溜めてきていい？ごめん、ちょっと待ってて。一瞬待ってて。1分半くらいでちょっと私やってくる。お湯入れてください。乾いたのかな、乾いてるかさすがに。すごい湯入れた。すっごいさ、生活感の音聞こえたりした。あのお風呂シューシューシューして湯入れてきた。そのお湯を入れてる間に私はアイスを食べますってお湯に浸かって舞台のやつ見て、11時12時半にはベッド入りたい。ご褒美のアイス。お風呂上がりに食べたいけど、さすがにちょっと遅くなっちゃいそうだから、もう今食べる。うまっ。雪見だいふくかなって思うですけど、餅じゃないです。美味しいこれ。待って、買いだめしたい。生チョコで中がバニラです。うまっ。この前やっとね、ハーゲンダッツの安納芋食べたの。もう売ってない。
ですけど、多分めっちゃ美味しかった、もっと買っておけばよかったって。めっちゃ美味しかった。ハーゲンダッツほうじ茶出してくれないかな。うん、高めなきゃ何がいいかな。ねえ、もう一個食べていい？2個入ってるんだけど。食べるね。なんか聞かない何がいいんだろう、髪の毛。うん、だいぶ前髪伸びたんだよね。ポニーテね、今日もね、今日なんでポニーテルかっていうと、ダンスだったから結ぼうと思って結んで、うん、ポニテ優勝だよね。変にとか言った。ここまである。でも切っちゃったら舞台あれだから多分伸ばすと思うけど、皮か。伸びました、皮か。美味しかった。めっちゃ急いで帰ってきた。もう寒いし早歩きになるしね。明日は朝
くらいに起きたい。またなんか落ちた。なんか吸盤が最近全部取れるんだよね。なんでだろう。よし、じゃあ40分になったから終わろうかしらな。ほら、終わろうかしらな。久しくゆっくりできてないですが、すいません、本当に。洗ったら復活するの？なんかさ、いや別に今使おうと思ってないんだけど、配信毎日チケットみたいな、継続チケットみたいな、所持数上限は10枚ですって書いてあるのに、そういうことか。10枚を超えた場合、超えた分のチケットは無効となりますって書いてある。ん？なんでもなかった。なんでもなかったです。今10人もあるけど、多分10枚ってことかな。でももうネオンキッズ本番まで1ヶ月切ってんだ。普通に切ってるやん。まあでも明日公演あるし、20も公演だし、収録とかもあるから、まあまあ一旦ちょっと好きな YouTube を見ながらお風呂入って音楽聴こうかな。ありがとう。じゃあランキング読みます。明日は公演終わりにしようかな。公演終わりにすると思います。お願いします。多分ね、もしかしたら朝ちょっとするかもしらん。まあ朝ちょっとしても付き合ってください。わかんないけど。ランキングを見ます。13位ペロペロチーノさん、12位ひのちゃんの中心さん、11位清水さん、10位中心アットマークお稽古、あ、終わっちゃった。13位しんすけアットマークなとりどんさん、12位中心アットマークお稽古お疲れ様公演楽しんでさん、11位まことアットマークやね大福さん、10位いよ、9位まぼさん、8位MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、7位ナイヤくん、6位 PK トンからとマークタイのナトリドンさん、5位 YK アットマーク今日も稽古お疲れ様明日公演頑張ってさん、4位ひのちゃんの中心さん、3位清水さん、2位ゆきたんとマークうなちゃん大好きナトリドンさん、1位ささびさんです。ありがとうございました。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください。おやすみなさい。